シナチベット語族シナゴ派中国語越後語越改編。広東語広東語は、越後の一方ことである、公衆方言を基盤に成立した言語で、公衆のみならず香港、マカオのほか、マレーシア、シンガポール、ブルネイの歌人、及び各国にいる華僑と家人の一部にも多くの和者が、いる。欧米やオセアニアの花系社会でも主要な言語となっている。音韻的に日照や病院美を有し、 白文遺読が少ないなど、中根音との整合性が高い。一方で、甲州は、新代から他の地域に先駆けてイギリスなどの外国との接触が始まったため、英語からの借用語も少なくない。特にイギリスの植民地支配を長く受け、英語を併用していた香港の関東語には、英語からの借用語が多く使われている。同様に、ポルトガルに統治されていた。 マカオの関東語には少量のポルトガル語からの借用語がある。統語論的には、オーストロアジア語族の言語と同じように、就職時が非就職時の後ろにつく単語が少なくないこと、二重目的語の順序が異なること、数字を伴わない量子で名詞を限定するなど、他の中国語の方言と異なる部分がある。逆就職は古中国語でも見られる。香港では、英語ともに、 テレビやラジオのメディアで使われている公用言語であり、映画、演劇、歌謡曲でも広く使用されている。新聞、雑誌、ウェブサイトなどの活字媒体でも関東語の口語を交えた文章は多く見られ、口語を表すための漢字表記も多数編み出されている。香港のテレビ番組では、基本的にチャンネル別で関東語か英語が使われており、字幕は 反対や座表記の書き言葉である。一方、関東省のテレビやラジオでは、独自番組は関東語で放送することが多いが、普通話の番組も放送している。関東電子台、玉江チャンネル、南方電子対南方、衛星テレビは関東語のみのチャンネルである。普山市や福祉講師などの地方のテレビ局でも関東語番組を放送している例がある。 広東語の和者人口は上海などで使用される、クレゴよりも少ないが、影響力や地位は、広東語の方が高い。これは、香港が中国本土から政治的に切り離されていたことと、経済発展によってもたらされたもので、ドイツの一方ことという扱いから国語になった、オランダ語の例に似ている。二0 1年七月五日、広州市の諮問機関、人民政治協商会議が、 地元テレビの関東語チャンネルを標準語に改めるべきだと同志に提案した結果、地元住民が反発。7月25日には、関東語を守れ。と叫ぶ2000人以上の地元住民による抗議集会が開かれ、出動した警察隊に解散させられた。広州市は、同月28日、関東語チャンネルを維持する考えを表明し、事態収集に乗り出したが、 住民の抗議活動は収まらず、8月1日には、広州と香港で、ほぼ同時に、関東語用語を求める住民デモが行われた。広州市では、数百人が参加して、関東語万歳。とのスローガンを連呼、警察隊が抗議集会を解散させて一部の参加者が拘束され、香港でも民主派活動から約150人が参加して、 甲州市の住民運動を支援するデモが繰り広げられた。2011年12月1日、関東省政府は関東省国家通用語源文字規定を制定し、普通話の使用促進と方言の使用について、さらに明確な規定をし、2012年3月1日より施行するとした。これに関して、テレビなどの関東語放送ができなくなるなどの報道が、 あったが、2011年12月24日、関東省政府は記者会見を行い、関東省工派電営電子局南下丹副局長は、批准を受けている限り施行後も関東語などの方言放送ができなくなることはないと明言した。また、香港の学校教育では、関東語で行われる授業が減ってきており、中国本土の影響が強まってきている。 香港市外の関東語を例に説明する。この項目では、S4 やイエール5ピンインの成長表記を番号に変えて発音を示している。国際音声字母にはをつけて示し、表には該当する漢字の例を付す。関東語の音説は他の中国語同様に、聖母、陰母、成長に分けることができる。現代の香港の関東語の例では、 下記の表に示す19種に加えて霊生母を加えた、計20種の生母がある。死因蒸気の生母に加えて、関東語の死因としては、日照の音節末に見られる内歯葉音がある。内歯葉音には、両唇、歯茎、軟口蓋の3種がある。また、非日照の音節末には、両唇、歯茎、軟口蓋の3種の美容因美を持つものがあり、意味の弁別に使われている。 S, S Z, C- マイナは、はぐき音で発音される場合と、後部子形音で発音される場合があり、現在はこの違いは意味に影響しないが、20世紀前半までは意味の弁別に使われていた。母音と音節末の子音の組み合わせであるン母は、五十数種程度ある。母音に長母音と短母音の対立があるなど、タイ語群の基礎が残っていると考えられる。 abcdeinvo, u, m, n, p, t, は、交互用発音です。イ e l s g o p i n i n などのラテン文字表記システムは、これらの i n v を含んでいません。広東語は、他の中国語と同様に、成長言語であり、広州や香港の発音では、表彰、上彰、巨彰、日照が、音量各一体と、影日照がさらに皇帝に分かれて増えた中速腸の、 計9つの成長がある。他に意味に違いはないが、影表彰を高表彰で発音することも多く、高表彰、高登る蝶、高章高調と3つの変調があるので、細かく分けると12種、または13種の成長があるとも言えるが、実際には基本的に6種類か7種類の長値を区別すればよい。ここで示した長値は5度式であり、5が最も高く、1が 最も低いことを表す。関東語では、連続変調現象は多くなく、同一成分が反復される場合や、窃盗後の、あの後に、影表情の語が続く場合や、単音節語を強調している場合などに変調が起きる。単音節語の強調の場合、上昇後加工する変調である。また、個別の語彙が影上調に変調して、意味を区別する例が少なくない。 一つの漢字に、白読み音と文読み音がある例は、さほど多くないが、個別の字では見られる。白読み、文読み白読み音で読ませるために、別の漢字が作られ、方言字となっている場合もある。香港を中心として、次のような現象が多く見られ、否定的なニュアンスを伴って、物草音と呼ばれる。ここ関東語の語彙には、北京語と比べて、 古中国語と共通する語彙が多い。関東語、北京語、チワン語との関連語関東語には、チワン語と関連すると思われる語彙がいくつか見られる。基礎となっている語彙なのか、借用語なのかは不明である。これらの多くは方言字で書かれる。関東語、チワン語、単音節語、このような設備語を対応する北京語と比べ、基本語彙には単音節語が多い。関東語、 北京語荒口関東語は、非語、スラングのような独特の語彙が多いことでも知られる。関東語には、英語からの借用語が多い。これは、新代からイギリスとの接触を持ち、ピジン英語が話されていた時代もあったことと関係がある。また、香港は155年間のイギリスによる統治を経て、さらに英語からの借用語が増えた。 英語からの借用語英語からの借用語はかなり多いが常用されるものの例を挙げる。香港ではイニシャル化したり音をアルファベットに当てて借用する例もある。日本語からの借用語日本語からの借用語の例を挙げる。ポルトガル語からの借用語マカオの関東語にはポルトガル語からの借用語がいくつか見られる。マレーシア語からの借用語マレーシアの関東語には マレーシア語からの借用語がいくつか見られる。日本語中の非借用語日本語における、関東語からの借用語には、以下がある。英語中の非借用語英語における、関東語からの借用語には、以下がある。基本文定基本の語順は素ご型である。例外として、目的語を主題として、先に提示することがよく行われる。また、補足的に、 文法成分を後に付け足す言い方が他の方言よりも多く見られる。就職後の位置就職後は非就職後よりも前に置くが、個別の語彙においては就職成分が構置される例もある。比較表現北京語もしくは普通話とは違う語順となる。関東語、北京語間接目的語の位置北京語もしくは普通話とは違う語順となる場合が多い。広東語、北京語掲示として 係りが用いられる。係りは中国語の書面語に現れることがある古語である。書面語では中国語共通のためや税も用いられる。通常動詞よりも前に置かれるが、ベトナム語に見られるような動詞の後に置かれる副詞、先や点などがある点が、北京語などと異なる。保護方向保護、可能保護、結果保護など、動詞の後に補充する成分がある点は、 北京語などと同じである。中国語で、量子と呼ぶ類別詞が発達しており、数詞と名詞の間に置くのは中国語共通であるが、北京語とは異なる類別詞を使うものがある。関東語、北京語類別詞の前に数詞を伴わず、特定化のためだけに使うことが行われる。中国語の中で最も豊富な文末語記述詞を持ち、100種以上が常用されている。例 香港、マカオでは、関東語は反対字で書かれるが、関東省では関対字の普及が進んでいる。関東語に特有の語を書き表すための方言字が発達しており、もともとは越劇のセリフなどを書き残すのに考案されたと考えられる。一体字も少なくないが、現在は多くの字で自然に選別が進んで、香港の新聞や雑誌に使っても、 十分に理解されるものが多い。香港では、香港造法アザフ州と呼ばれる、関東語の表記に必要な方言字などを補充する、コンピュータ用の文字セットが作られ、使用されている。関東省ではこれを関体字の規則に従って、書き換えた方言字も一部で俗字として使われている。香港、関東の字物が、中国各地に広まった結果、中国の正式な漢字として、 通用規範漢字表に収録された4962、5506、7156などの方言字もある。関東語の発音表記は統一されておらず、書籍ごとに異なる表記が用いられている。香港の英語書籍では、イエール大学のイエール越後ピン音及びその変形が比較的多く使われている。香港の辞書では IPA を 簡略化したものを使用していることが多く、また教育機関では教員式が使われており、他に越法と呼ばれる香港語言学会の方式も広がりを見せている。中国大陸では関東省教育部門の試案家 IBA を使っている例が多い。日本ではこれらのほか千島式などがある。ネット上では 本校で使用したイエール式の成長表記を数字に改めたものが、アスキー文字だけで打てて勘弁なため、比較的多く使用されている。ありがとうございます。